でも珍しいですよね。そうですね。トヨタで残ってるのって。そうですね。ねえ、僕もなんかトヨタ博物館のなんか倉庫みたいなところで見たような記憶がします。あ、そうですか。もうちょっと。車見えない？オッケーです。はい。はい。よろしくお願いします。はい。ちょっと珍しい車を見つけました。あの見た感じどっかで見たことがあるんだけど、近づいていくにつれて違うぞっていう大きさ感というか、あの独特な雰囲気を放っておりますけども、はい、今日はオーナーの大堀さんにお話を伺いしたいんですが、よろしくお願いします。さあ、これはトヨタのブリザード、はい、どんなお車なんですか。1980年、はい、ダイハツのなんだタフトの OEM で、タフト、はい、はい、エンジンだけトヨタの2000の、うん、2200のディーゼルを積んでますけれども、はい、はいはい、実は去年購入しまして、うん、はい、買った時は結構ボロボロで、なんかピッカピカですよね。板金と、うん、塗装しましたんで、はい、今見た感じすごく綺麗ですけども、いや綺麗綺麗、はい、ボロボロのやつをなんとかここまで仕上げました。でもなんかパッと見はやっぱりこのトヨタのエンブレムが効いてるからか、ええ、ね、トヨタにこんなミニランクルみたいなやつあったとかいう感じしますよね。そうですね、ビッグジムニーみたいな。そうですね、サイズはだけど今のジムニーの、うん、ほぼ同じなんですよ。そうなんですか。ですから非常にコンパクトで、まあ、街中は乗りやすいですね。うん、はい、いや、もともとこういうお車が好きなんですか。古い車好きで、はい、いろんなものをまあ見ながらどうしようかなと思って、うん、たまたま見つけたんで、うん、購入させてもらいました。じゃあ特にこういう黒関係がお好きというよりも。でもね、はい、昔はハイラックスのサーフとか乗ってましたんで。なるほど、嫌いではないです。はい、はいはい、そういうところに出てきたちょっと珍しい古い車で。そうです、そうです。なるほど。いや、僕もそうね、街ではほぼほぼ見かけない。あ、そうですね、まあ、タフトも見かけないっちゃ見かけないんですけども、ね、はいはい、田舎の方に行ってね、たまにボロボロになってるのがちょっと走ってたりはしますけども、それとトヨタ、どうなんですかね、当時売れたんですかね。いや、あまり売れてないと思いますね。ああのもしくは、本当に山とかで酷使してるんで、結構なんかやっぱりあのタフトというからにはかなりタフですよね、この車ね、実はね。カタログ見るとシャドウ45度とかで登れるとかって書いてありますんで、やってみてください。いやいやいやとても怖くない。いやいや、できますよきっと。日本のダイハツのトヨタの車ですから。まあ、あの街乗りは精一杯、あのボロボロで、あの乗り心地悪い中でやってますけれども、はい、うん、乗り心地やっぱり悪いです。悪いです、悪いです。あの4輪とも板バネなんで、もうドカンドカンと、揺れてます。もうなんかちょっと軍用車っぽいですよね。そうですね。あの息子がねちょっと自衛隊に入ったんですけど、はいはいはい、乗せたら自衛隊の車より乗り心地悪いって言われました。今の自衛隊の車より軍用の車よりあかんと。はるかに悪い。いや、でも本当に独特の存在感があって、ね、いいですね。書かれてますけど、可愛いですね。あ、そうですね。ね、サイズ感は非常に良くて。今も出したらええのにね。あ、ね、まあ、この大きさね。自分で言うのもなんですけど、このサイズのこんな車あったら売れるんじゃないかなって思いますけど、ね、売れると思いますよ、ね、え、はい、いや、ぜひこれはトヨタさんに、ね、新しい企画で出してもらう、はい、大きいのばっかり作ってないでね。そうですね、最近はだんだん、ね、大きくなってますね。すごい大きいのしか作ってんから、ぜひこの大きさの、みんなが楽しめる黒缶を作ってほしいなと思います。はい、大堀さん、ありがとうございました。